こんにちは、山本道場のです、はい、こんにちは、山本道場の樹です。実はですね、はい、山本道場では左肩をこう入れない、ね、樹選手は肩がこう動いてるように、見えるんですけども、それはどうですかということを、うん、ちょっとコメントがございまして、はい、その回答をというと、動いてます、動いてきてますもん、はい、あとはね、はいはいはい、ですので、まあちょっと今日は、いやどうしても肩が動くんですよという人のために、まあ、どう直すのか、まあなたの場合はもう動いてきて動かないようにして、動いてきて動かないようにしてというのをやってますから、はい、で動いてしまう人はほっといたらまた絶対動いてくる、はい、本当だったら片足でやったら肩なんか動かないはずなんですけど、肩動く人はそれでも器用に肩が入ってきますえいうことふーんちゃうわ、はい、いうことをじゃあちょっとこう、いつき選手の例で、はい、ちょっとやってみたいと思います。傾向としてはこうやってちょっとダフり始めます。でこれね、なんでこういうふうに肩が動き出すかっていうと、やっぱりちょっと距離をとか、まあ今更まあこういう子らはもっと飛ばしたろうっていうのは、まあ、男の子はあるけど女の子あんまりないんですね。でもちょっとラフから打ったりとか、ちょっと風に強い球を打とうとかってすると力をぐっと加えようとするんで、そういうのでなってきます。皆さんもですね、やっぱりラウンド重ねていくと、もういろんな状況の中でいろんな球を打とうとするんで、やっぱり入ってきますよ。ですから、まあずっと永遠に入らないいうことはないです。まあ行きましょう、はい、はい、はい、これね、まあ、入ってるんです、ね、まあ、入ってるって言われてるからくそ思ってますけど、はい、じゃあちょっと構えてください、はい、これちょうど去年のね、パナソニックオープンレディースに行く前に、もう1年以上前の動画でこういうふうにやってますけどね、はい、構えて、テイクバックの、そうテイクバックの指導を、そうまずもう左腰、左肩を向こうに向けてテイクバックする、はい、あのね、最上級の場合は今みたいに顔も向こう向いたまま打つと、うん、これシャンクしようが何しようが構わないです、はい、前の人は構ったもんじゃないけどね、はい、どう、あ、なんか癖でもこれやるときはこっち向いて打っちゃう。そう、今みたいにこう、こっち向いてこうじゃなくて同時にこう、こう行きながら2つ同時に、はい、そう野球のバッティングもね、向こう向いたピッチャーの方向いたままですよね。だからここ向いてると打てないことは全然ないです。じゃあちょっと普通に、はい、プラスこれね、樹選手もそうですけども、はい、こうするほんなら体のこの向きは一瞬こっち向きますから、上がるのはこっちなんです、うん、それがこうヘッドが中に入るのはダメです。こっち向かなくていいってこと？向かなくていいですよ、はい、左肩だけ、はい、これでも音変わりました。これは、だいぶ動き止まってきてますね、はい、
でチェックポイントはテイクバックの動き始め、ちょっとスローモーションでいってみて、せーの、そうそう、今このクラブがパッとこう反応する上がるところまで左側で動いてませんよね、これ正解です。この後少々入っても全然いいです。はい、いいです、いいです、はい、うん、OK。全部ではないですけども、トップでちょっとクラブがクロスする、クロス村の人、これほとんどの場合この左肩が入ったことによってクロスになります。だからトップが大きくなくても小さい人でも左肩が下がる、もしくは入ることによってクロスになりますから、こっちが残ればクロスはなくなりますね。はい、ちょっと今こっち入ったな。うん、このカゴを、このカゴをこっちにこのまま、このまま投げます。投げるときにこうは投げないはず、ママンでやってたみたいに、ここから、ね、これ左肩がポンが入ったら掘れない、そこに掘るのにこう、ね、その後掘るときにこの右足は後ろ、一発目、はい、違う、このカゴを普通に掘るのにこうは多分掘らないやつ、だから普通にスパッと掘ってくれる、はい、そう、その時に右足は体回転する？しない、はい、そう、そう、足は、足は絶対こうじゃなくて、うん、確かに、はい、そうで少しこっちに掘るぐらい、こっちに掘るのがちょうどこっちに行くからの感じ、まっすぐまっすぐ掘ろうとしたら手引っかかってこっちに行ってもらうから、だからちょっとこっち側に向かって掘るぐらいでここへ来るぐらい、はい、そうそう、それをもうちょっとテイクバック、左肩はもうそのまま置いたまま、今のスイングでやってるみたいな感じ、はい、そう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 、今ね、ラスト、はい、OK、それで、なんか違うなぁ、私今いいと思うけど、めっちゃなんかタイミングがなんか遅いわ、私も打つとき、もうちょっとこれぐらいのタイミングで打ちたいな、間があるよな、プラスいいですね、さっきの。どう？ちょっと近かったさっきと、うん、動き。いいな。このままってこと。だからもう投げるっていうだけで打とうと。はい。そうです。いいね。お寿司石焼きライン。いいや、めっちゃ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 いいや。フィニッシュがそんな感じだったらいい。OK、長めに行こう。はい。
4番アイアン打ってもいい、うん、いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お